では、ここになりましたので、第4回の計算科学技術特論 B の講義を始めていきたいと思います。今日も、理系の南先生に、お願いしております。第4回で今日は、アプリケーションの性能最適化の実例1ということで、講義いただきます。ではよろしくお願いします。それでは第4回アプリケーションの性能最適化の実例ということでお話をさせていただきます。今まで、3回ですね、スーパーコンピューターとアプリケーションの性能、あとアプリケーションの性能最適化、高並列性能最適化と、2として CPU 単体性能最適化ということでお話をしてきました。で今日と次回と、実例ということでお話をさせていただきたいと思います。内容なんですが、最初に、理研で進めた性能最適化ということでお話をさせていただきます。で今回は、量子計算ですね、第一原理関係のアプリケーションである RSDFT とフェーズの性能最適化について、実例をお話しするということにいたします。で今回の資料はですね、我々のチーム の長谷川君と、黒田君ですね、それらの発表データを使用して作成しております。それでは内容に入らせていただきます。まず最初に、理研で進めた性能最適化ということでちょっとご紹介をしたいと思います。いろいろ詳しい履歴はちょっとお話しませんが、一応我々の方ではこの6本のターゲットアプリケーションですね、これらを、性能最適化ということで高並列化と、単体性能を上げると今までお話ししてきた話ですが、その2つについていろいろやってきております。最初のニッカムサイズムっていうのが、これが地球科学関係のものですね。ニッカムは全球の雲改造大気大循環のアプリケーションです。でサイズムは地震波の伝播、強振動のシミュレーション。今は津波もできるようになっております。両方とも有限差分法を使ったアプリケーションになっております。で3番目がナノ分野、あと5番目に書いてあるのが、これもナノ分野でフェーズと RSDFT で、フェーズの方が平面波展開の第一原理のアプリケーション、RSDFT が実空間の第一原理のアプリケーションということで、この辺はちょっと後で詳しくご説明いたします。あと4つ目が、フロントフローブルーということで光学の分野ですね。これは FEM を使った流体解析の、LES ですね、ラージエディシミュレーションに基づく流体のアプリケーションということになっています。で、最後のラテス QCD が、これが純粋物理の公式 QCD の、シミュレーションを行うアプリケーションということで、この6つですね、この辺のアプリケーションを、K の開発と並行してですね、何年か前から、性能最適化ということで、ずっと仕事を進めてまいりました。でこの辺はですね、計算科学の、コード開発者、この辺は先ほどちょっと開発者の方ちょっと言い忘れたんですが、ここに書いてありますが、東京大学、あとジャムステック、あと東大の地震研究所、あと物材機構、あと東大の生産技術研究所、あと筑波大、あと理研 IX におられる研究者の方、これらの方たちと、こちらの方たちが、コードを開発するということ で我々は計算機科学、並列性能を上げるとか単体性能を上げるとかですね、そういう面で、計算機科学の側面から、いろいろ協力してやってきたということで、開発を、その計算科学のコード開発者の方でやってもらって、我々の方でチューニングの、並列度を上げる、単体性能を上げるっていう、ある施策をやって、でまた開発コードとしてちゃんと組み上げるのは、また開発者の方でやってもらうと、ちょっと曖昧なところもありますが、そんなふうな形でですね、コラボレーションして、仕事を進めてまいりました。それで、6本の今のターゲットアプリケーションのですね、計算科学的な位置づけでいうと、今までずっと言ってきましたが、要するにこの軸ですね、横軸の並列性能をという軸ですね、並列性能を上げるという軸と、もう縦軸の
探偵性能の、CPU 探偵性能を上げると、まあ、この軸で見ますと、ちょっと後で詳しく申し上げますが、RSDFT とかフェーズっていうのは基本的にはですね、探偵性能はある程度原理的に出る。でただフェーズは、これまだそこまでアプリケーションが言ってませんでしたので、これはまた探偵性能を上げるということをやってます。で、まあ、基本的には探偵性能は、原理的には出る。まあ、ただしそのためにはちょっと後で紹介するような方法で少しコードを書き換えてやらなきゃいけないんですが、まあ、そういうアプリケーションです。だけど並列という面ではもともとのですね、後ほど詳しく説明しますが、もともとのその並列度っていうのはアプリケーションの並列度が不足しているんで、並列という面では性能が出しにくいと。だからこれはちゃんと出るように改造してやらなきゃいけないというような、そういうアプリケーションです。でここに書いてあるサイズム 3D ニッカムという地球科学のアプリケーションは、これ並列という面で見ると、領域分割を使ってますので、割と並列性能は出しやすいと。ただし、今まで、まあ、ちょっといろいろお話しましたが、バイトパワーフロップという、そういう観点から見ると、要求するバイトパワーフロップ値が高いアプリケーションなので、単体性能は出しにくいと。まあ、そういう軸にあるようなアプリケーションです。でさらにフロントフローブルーというこれ流体のアプリケーションは、これ非構造格子なので、ディストアクセスが入りますね。でということはもうさらにその探偵性能は出しにくいと。で、非構造格子なので、まあ、これらのサイズムニッカムよりも、並列という意味ではちょっと難しいというようなアプリケーションです。QCD はですね、もともとは探偵性能としては出しにくい、そういうふうなものなんですが、この問題については割とちっちゃくしてですね、キャッシュに乗るような形にできるということで、まあ、探偵性能としては、まあ、真ん中あたりというような、まあ、性質のものです。で並列という意味でもまあ、そういう形でちょっとキャッシュに乗るようなちっちゃな問題に、一つ一つの、CPU の問題がちっちゃな問題になっているので、通信と演算という面で見ると通信が多くなっちゃうんですね。そういう意味で言うと、これらの真ん中あたりで、並列というその面では真ん中あたり、まあまあ、こんなふうなアプリケーションです。まあ、そういう意味でそのこちらの両方ともですね、ハイで、要するに単体性能も出しやすくて並列性能も出しやすいというアプリケーションは、まあ、最初からできて当たり前なので選ばなかったということですね。まあ、いろいろその計算科学的に言うと特徴的なものを選んで、我々としては、まあ、並列と探偵性能を上げるということでいろいろやってきたということです。で、それで今回はですね、先ほどの文で言いますと、こちらの RSDFT とフェーズですね、これらの第一原理アプリケーションについて、まあ、いろんなことをやってきますので、それを、ちょっとご紹介するということに、したいと思います。で、まず RSDFT ですね、これの性能最適化ということで、ご紹介いたしたいと思います。でまず最初に RSDFT とは何ですかということですけど、まあ、アプリケーションとしてはナノスケールでの、まあ、ここに書いてありますが、量子論的諸現象を第一原理に立脚して解明するような、まあ、ナノ物質構造を予測するようなアプリケーションであるということです。まあ、例えば、まあ、これ実際に絵を使って計算された例ですけど、まあ、今までのこういうふうな半導体ですね、これゲートがあって、全体がソースがあって、半導体があると、まあ、こんなふうな従来 のトランジスタ、これだと、今はもう実際にそうなんですけど、漏れ電流ですね、リーク電流っていうのが非常に問題になっているということです。でこれをですね、こんな形ですね、ここに書いてあるように、半導体はこういうふうなナノワイヤーですね、シリコンでできたナノワイヤー としてその外側を絶縁体とかゲートでこう、まあ、巻いてあげるというか、まあ、囲んであげると、そうすると漏れ電流がこっち少なくなって、低消費電力
まあ、今非常にその電力というのは問題ですので、あの電力を下げると、まあ、こんなことができるんじゃないかというのが、まあ、一応言われてまして、でこういったものを、まあ、実際に、実際の、まあ、ワイヤーの、まあ、大きさですね、それで計算してやると、そういうことができないかっていうので、まあ、やってるわけです。まあ、例えばこんなことをやるような、アプリケーションだということです。それで、まあ、RC ディフィティの原理なんですけど、まあ、ここではもうあまり詳しいことはご説明しませんが、まあ、クンシャム方程式という、方程式ですね、第一原理の、方程式です。これを、まあ、解くんだよということです。それで、ここで言ってるのは、これがφっていうのが、電子軌道で、これがの波動関数ですね。それで I っていうのが、これがのエネルギーバンドの量子数になりますけど、電子順位ですね、エネルギーバンドの値になります。で、まあ、イプシロンが、まあ、固有値になって、るということです。それで、まあ、ここで RSDFT の特徴的なのは、この R っていうですね、空間離散点、これ空間格子ですね、これで、式が離散化されているというのが特徴です。まあ、ここで、こういう方程式で書くと、まあ、シンプルに書くとこんな形になります。ハミルトニアンがあって、I という、量子数があって、まあ、R というですね、空間格子で、離散化されているというのが、これが RSDFT の、まあ、特徴です。それで、これ、実空間法ということで、今、その辺どうなっているかというと、この R についてですね、クンシャム方程式を三次元格子上で離散化して、差分方程式として解いてあるという。まあ、要するに、R をこんなふうな、まあ、実際は三次元なんですけど、こういうふうな格子で差分化してあるということですね。まあ、いろんなやり方があるんですけど、RSDFT の特徴としては、これが、計算法の、まあ、離散化の特徴になっているということです。それで、実際の計算フローはどうなるかというと、まあ、ここに書いてあるのは4つの、大きな部分ですね、計算の部分で、構成されています。1つは、共益勾配法。これ少しご説明申し上げましたけど、まあ、ああいうその CG 法ですね、共益勾配法という計算をすると、それで、計算された、波動関数ですね、これをグラムシュミットの規格直行化で、直行化してやると、これは CG が共益勾配法、GS グラムシュミットですね、GS と読みます。で、その後は、密度とポテンシャルを更新して、今度は SD というところで部分体格化をしてやると。で部分体格化って言ってるのは、先ほどのここでは、こういうふうに R と I という波動関数はそういう2つの足を持ってるんですけど、まあ、これは体格化するときには R をなくしてそのバンドですね、バンドだけのバンドかけるバンドの行列にしてこれを体格化してやるというような、まあ、こういう計算で、やります。でこれが、まあ、SCF という、まあ、セルフコンシスタンスとの、まあまあ、収束ですね、ちゃんと収束するまで、これを繰り返し、計算するというような計算フローになっております。で、まあ、これはもう少し細かいところなんですけど、まあ、実際は部分体格化やって、CG の共益勾配法をやってで、まあ、もう一つこういうやり方も使うことができます。あとグラムシュミットの直行化をやって密度を計算して極小ポテンシャルを計算してこれ SCF で収束させていくと。でさらにですね、外側で、原子をこう動かす場合ですね、構造最適化みたいな計算をするときには原子に働く力の計算をして原子構造が収束しているかどうかをやって、まあ、それが収束してなければまた原子の位置を少しずらしてまたここでポテンシャル計算をやって外側にループがあると、まあ、こんなふうなですね、大きく分けるとこういうふうなループ構造フロー計算フローになっている、まあ、そういうふうなアプリケーションです。それで、並列化なんですが、まずもともとの RSDFT の並列化についてはこういうふうにですね、まあ格子の、空間ですね、これが青いのが、まあ、原子だとして、で、まあ、ちょっと黄色いのが、
電子密度だという、まあ、ちょっとそういう絵で書いてあるんですけど、こういうふうな実際の空間の格子を、これをこう、ここでは8つに分けてますけど、分けてそれを CPU のには割り当てると、だ 空間の分割になっている、まあ、そんなふうな並列化がされておりました。でこれがまあオリジナルの、RSDFT のまあ並列化の様子です。それで、まず最初にやられたのがですね、RSDFT の CPU 単体性能を上げるということをやられてました。で、これはちょっと後で説明しますが、我々がいただく前にもすでにされてて、まあ、それどうやってやったかっていうのはまたちょっとご紹介しますが、こういうことはされてました。まず前回の中でも、お話したように、まずスレッド並列化しましょうということを申し上げました。で、まずそのスレッド並列化をされてます。それとあとキャッシュの有効利用ですね。でこれを何をやったかというと、まあ、以前もお話したように行列ベクトル積は、要求 BF 値が高いで、行列積は要求 BF 値が低いということを申し上げました。それで、行列積にしたすると、この要求 BF 値が低くなって、キャッシュがうまくブロッキングできて、キャッシュがうまく有効利用できますというお話をしたと思うんですが、まあ、そういったことをちゃんとこうやってやるということです。でこの辺をちょっと具体的にご説明します。まあ、そういう意味で RSDFT は、まあ、実空間差分法を使って空間並列をされてたのを、まあこれ計算コアの最適化行列積化をやって、まあ、スレッド並列を実装したと。でこの辺はですね、まあ、筑波のチームでやられてて、FAXCS とか、まあ、T2K の筑波ですね、この辺の時代にもう、こういうことをやられてて性能を出してたということです。でこの辺を少し、具体的に何をやるんだろうというのをちょっとご説明いたします。まあ、いろんな場所でこの行列積化ができるんですけど、まあ、一番シンプルなというか典型的なですね、先ほどグラムシュミットの直行化というのをやるんだということを申し上げたんですが、そこの中で、やっていることです。グラムシュミットの直行化というのはですね、まあ、このファイ1ダッシュとかファイ2ダッシュ、これがまあ波動関数ですけど、これはベクトルになっています。でファイ1、ファイ2、ファイ3、ファイ4、ファイ5と、まあ、こういうのを求めていくんですけど、ファイ例えば4のところだと、まあ、古いファイ4からこのファイ1、ファイ4の内積ですね、内積を取ってそれにファイ1のベクトルをかけて、まあ、さらにこのファイ2、ファイ4の内積をかけてさらにベクトルをかけて、でこう引いていくと、でファイ3、ファイ4について同じようにやっていくと、こんなふうなアルゴリズムになります。これをやるとですね、オリジナルはこの赤線ですね、赤線のような計算順序でこう計算をやっていくというアルゴリズムになっております。でこれをやると、内積のところが、まあ、このベクトルが N 次元であれば内積なので、まあ、演算としては N 個の演算ですね。でさらにそれにそのベクトルをかけるので、これベクトル N 個の要素があれば今ここで計算したものを N 回かければいいので、まあ、これも N の演算になります。でこれが、こういうふうにこの i だったら1から i マイナス1までこう計算ありますので、これがまあオーダーとしては、まあ、本当半分なんですけど N 個のオーダーになるということで、まあ、N たす N のオーダーかける、まあそれを N 回やるということで、まあ、N 次乗の計算になるわけですね、この一つのラインが。でこの N 次乗の計算は、まあ、先ほど言ったようにこういう行列、ちょっと前のページですね、こういうここに言いましたように、これも N 次乗の計算ですので行列ベクトル積の計算になってで書くことができます。まあ、要するにこの一つの列が行列ベクトル積の計算になっているというような、まあ、そういう計算になります。グラムシュミットの直行化ですね。でこれをですね、行列積化することができるということです。まあ、具体的に言うと、こういうふうにですね、ちょっとちっちゃくて分かりづらいんですけど、
まあ、これあの2個ずつまとめて、ベクトルをこう2個ずつまとめてるんですけど、これで Φh、Φ2 を求まったら、これも 今と同じように行列ベクトル積の計算で、この三角の部分は書くんですけど、やります。で、Φh、Φ2 が求まったら、これを、使うとですね、これができた時点で、この部分の下の列はこう計算できちゃうわけですね。で、そういう意味では、Φh、Φ2 をやったら、まあ、次のこの四角いところは計算できると。で、この2つですね、Φh、Φ2 ができると、さらにここの部分ですね、この三角形もできるわけですね。で、ここまでできれば、さらにこの下側の計算ができるということになります。まあ、そういう意味で言うと、ここをだから先ほど1列ごとにこう計算していると、まあ、行列ベクトル積だったんですけど、この四角の単位ですね、この三角が終わった後にこの四角の単位をやっていくと。で、この四角の単位はどうなるかというと、まあ、これが内積が N 個、それで、ベクトルをかけるとさらに N 個だから、この一個一個は N 個の計算で、N 個の計算が、まあ、この横の列分あるので、まあ、オーダーとしては N の事乗になる。で、さらにこれが縦に、N 個あるので、まあ、N の事乗かける N でまた N の3乗。まあ、要するに、この、四角い計算は、行列行列積の N の3乗の計算でできるということになるわけです。まあ、そう、まあ、こんな形に、プログラムの構造を変えてやると、ベクトル、行列ベクトルの計算が 行列積にすることができると、まあ、こんなテクニックがまあ知られているということです。で、本当はですね、さらにこの三角のところも結構でっかくてですね、これもなかなか行列ベクトル積で計算しちゃうとなかなか性能が出ないので、この三角のところもさらにですね、ちっちゃな三角と、ちっちゃな四角に分けて計算してやると。これはまあ再帰分割法と言いますが、こういうことをやることによって、さらにこの三角も効率のいい計算ができるということですね。まあ、こんなことをやって、行列ベクトル積を行列行列積に書き直すことによって、CPU 単体性能を上げたという、まあ、そういうふうな、例です。それで、ちょっとこの辺のデータはですね、後ほどまた出しますが、まあ、一応こんなことをやって単体性能を上げているということです。それで、次に、今までちょっといろいろですね、ちゃんと並列特性分析をしなきゃいけませんよということで、これ、2回目ですかね、1回目だったかな、まあ、ちょっとご説明したと思います。まずはこんなふうにブロックごとにちゃんと、処理を分けて、そこで、実行時間スケーラビティを測って、物理的な処理内容をきちんと、捉えてですね、それでそこが並列の具合がどうなっているか調べて、カーネルをちゃんと抜き出しましょうというようなお話をしましたが、この辺をですね、まあ、RSDFT でどうやっていったかというのを少し実例ということでお話ししたいと思います。で、まず処理とか演算量っていう、まあ、そういう面で見ますと、まあ、先ほど言いましたように、まず CG という処理があるということですね。あとグラムシュミットという直交化という処理があると。で、ダイアグという、まあ、部分対角化の処理があると。で、この部分対角化もですね、行列要素生成っていうのと、まあ、固有値を求めるっていうのと、回転させるっていう、まあ、こんなふうな3つの処理に分かります。まあ、そういう意味で言うと、処理としては、先ほどの処理ブロックとしては、まあ、この辺のやつを処理ブロックとして考えればいいということです。で、演算のオーダーとしてはですね、まあ、理論的に言ってもそうだし、まあ、アプリケーションを見てもちゃんと確認できるんですけど、CG 法が N の事乗のオーダーになってて、まあ、グラムシュミットは、N の3乗のオーダーになっているということです。で、この辺はですね、ダイアグについてはその3つとも N の3乗のオーダーになっているというのが、分かります。まあ、こういったことをですね、ちゃんとアプリケーションの中身を見ながら、理論的な背景をちょっと、考慮しながら、こういうのをちゃんと、調べるということが大事で、まあ、そういったことをやっているということです。それで、
次に、まあ、コストをこう見ました。でこの辺はですね、まあ、経を使う前で だいぶ前からやってますので経がなかったんで、この辺はあの理研 この計算機ですね、 RICC というようなもので、こうチェックしたんですが、まあ、これこの時点では8000原子で光子数が120の3乗、エネルギーバンドが16000と、で並列数が888で、51ですねの並列でやっていると。でこれはもともと空間だけの並列数になってますので、まあ、これ空間方向の並列になっていると。それで、まあ、こんなふうなことをやってみると、まあ、大体見るとですね、先ほど その SCF というそのセルフコンシスタントな、まあ、収束計算をやっているところ、そこで、まあ、99.6% が、まあ、費やされているということが分かりました。で、まあ、ダイヤグ DTCG が、まあ、3割3割、グラムシュミットが4割、それで、まあ、ちょっと違うところが、まあ、少しあると、まあ、いう形ですね。まあ、こんな形で、コストが分布されているということが分かりました。で、まあ、通信もですね、ここに書いてあるような、レディウスとか、センドレシーブとか、まあ、使われてますが、まあ、この辺の、ダイヤグ、グラムシュミットのこの、待機通信ですね、オールレディウス、こういったもの、あとブロードキャストですね、この辺で使われている、まあ、その辺が、まあ、結構、通信としては重いというのが分かりました。まあ、その辺はちょっとまた後でデータをお見せします。それで、次にこのブロックごとのスケーラビティをですね、測ってます。でこれもちゃんとやってくださいと、ブロックごとに、スケーラビティをちゃんと見ましょうということを、まあ、申し上げたと思うんですが、まあ、そういったことをやってます。これも昔の時代のちょっと T2K つくばを使ってやったデータです。でこれが0から500、これはストロングスケーリングでやってます。だいたい1000、1500、2000ぐらいまでこうだいたいやってます。でこのSCF 全体はこのピンクのグラフになります。それで黄色いのが、ダイヤグ、青いの水色ですね、これはグラムシュミットで、もう一つこの紫色のバツが、まあ、DTCG ということになりますが、まあ、これ見てわかるようにもう大体ですね、まあ、2頃ぐらいまではなんかスケールするんですけど、まあ、500以上になっちゃうともうスケールしないという状況ですね。こちらも、速度の向上率、これの、理想曲線に比べると、もう本当に500以上になるとスケールしないという状況に、うん、なってます。まあ、とにかくこの辺のですね、もうすでに数百の時点で、スケールしないのはもうそれ以上絶対にいかないので、まあ、この辺をですね、調べていくということになります。それでこうよく調べるとですね、ダイヤグ、グラムシュミット、DTCG で見てみるとですね、この、まあ、それぞれですね、この128から2048までこう、スケールでこう調べてあるんですけど、この黄色い部分がですね、通信です。で特にこれ S 帯域って書いてあるのは、まあ、スペースですね、空間方向の帯域通信ですね。それとこのちょっと、茶色っぽく見えてるのが空間方向の隣接通信で、青いのがこの演算ですね。まあ、こんな風にですね、その待機通信がもう かなり、増えちゃってるわけですね。例えばダイヤグなんか見ても分かると思うんですけど、こんな風に、128、2頃、512ということで、どんどん増えちゃってる。待機通信が増えちゃってる。で、隣接通信も、ストロングなので、ストロングスケーリングなので、減ってほしいんだけど、512を過ぎると、もうあまり減ってないということになります。それと、グラムシュミットも、待機通信が全然、減らない。DTCG は、もう待機通信については、増えてる、逆に増えちゃってるということですね。で隣接通信も演算に比べると、まあ、かなり大きくなっちゃってるということですね。で CF 全体で見ても、まあ、そういう傾向が見えるということで、もうこれすでにもうこの状態で、
もう通信がかなりネックになっているということが、まあ、この通信時間の増加、これが問題だということが、分かってきております。分かってきました。それで、まあ、以前ですね、通信性能上のボトルネック何ですかっていうのを、まあ、こういう6つぐらいありますよということで、アプリケーションとハードウェアの並列のミスマッチ、非並列部の残存、待機通信における大きな通信サイズ、通信回数の発生、フルノードにおける待機通信の発生、まあ、隣接における大きな通信サイズ、通信回数の発生、ロードインバランスの発生ということで、まあ、6つぐらいのボトルネックをちょっとご紹介したんですが、まあ、こんなことが起こっているということですね。で、ちょっと言い忘れたんですけど、これ演算時間のところもですね、もうこれもこのまあ、ちょっと小さい並列数ですけど、もうすでにですね、あんまりスケールしてないっていうのがこれちょっと見えるわけですね。それで、まあ、こういうことが ボトルネックとして考えられるんですけど、まあ、何が起こっているかというと、DTCG については、通信時間が非常に増えていると、もう演算時間と逆転しているということ、あと、やっぱりそのスケールがあんまり良くなくということが分かってまして、まあ、やっぱり並列度が不足しているということです。あと単体性能から見ると行列ベクトル積、これになってて性能が非常に悪いということが、まあ、分かってます。あとグラムシュミットですね、これも通信時間が減らないと、それと、まあ、そういう意味で言うとその待機通信がかなり多いので、その待機通信の通信時間が問題になっていると。あと演算時間、まあ、この辺が通信時間が減らなくて、まあ、演算時間と同程度になっていると。でこれもやっぱり並列度の不足というのが見えているということです。でここの部分については、単体性能は先ほど言ったその行列積化してありますので、行列積化がやってありますので、単体性能的には良好になっているということが分かっています。それと代役について、まあ、これも3つまとめて書いてありますが、通信時間がやっぱりこれも増大していると、まあ、これも演算時間と同程度、あとやっぱりこれも並列度が不足しているというのと、あとここのですね、よく、まあ、調べるとそのスカラパックを使ってその小位置休暇しているんですけど、このスケーラビリティがまあ悪いということが、分かってました。あと単体性能で見ると、この2つは行列積化されているので、まあ、良好なんですけど、やっぱりスカラパックの性能が良くないと、まあ、こんなふうなですね、問題点がこう見えてきています。でそれで、RCDFT の高並列化ということで、まあ、K のプロジェクトに向けてですね、この辺の超並列向けの実装ということで、並列、その不足してるんで、並列が不足しているので、それをなんとかしましょうということで、まあ、ちょっと後で説明するバンド並列の拡張ということと、あと、先ほどのスカラパック の部分対角化のところが非常に性能が悪かったので、まあ、そのもっとちゃんとしたですね、アイゲンっていうライブラリがありますが、まあ、そういったものを適用していくというのを、この辺の K コンピューターの上でやっていったというのが、チューニングの、まあ、主な内容になってきます。で具体的に何をやったかというとですね、先ほどの固有値方程式ですね、この R について、もともとオリジナルについてはこうやって並列化をされていたということを申し上げたんですが、この I っていうですね、このエネルギーバンドですね、このエネルギーバンド量指数があるんですけど、これについて依存関係がないというのが、まあ、この、RSDFT の、まあ、アルゴリズムの特徴です。まあ、そういう意味で I については並列化ちゃんとやろうと思えばできるわけですね。そういう意味で空間 S、スペースですね、に加えてエネルギーバンド B、これの並列を実装するというのが一つの大きな、その高並列のアイデアです。で、まあ、こうすることによって、まあ、いろいろいいこともありまして、それはちょっと後ほどお話しますが、まあ、一番はとにかく万を超える並列度を確保したいということです。まあ、先ほどのやつだと、データだともう2000なんか全然、並列度上がってない状況なんですが、そこが達してないんですが、それを、万を超える並列度を確保したいということで、まあ、こういったことをやっていると、いうことです。で、これここで1枚で見るとですね、非常に簡単に書いてあるんですけど、アプリケーション的に見るとですね、
プログラムのほとんど全てのところをですね、I についてそのエネルギーバンドの並列っていうのをこう書き換えなきゃいけないんですね、プログラムのアプリケーションとしては。これがですね、やっぱりかなり、大変な作業的には、作業量としては大変になって、そういう意味で、ソフトウェア工学とかですね、そういったそのテクニックとかですね、そういったものをちょっと駆使してやらないとなかなかバグが起こしやすいし、非常に大変な作業になります。そういったことを一応やっていくと。非常に効果は高いんですけど、やっぱりやるのはなかなか大変なので、こういうことを考えられるときには、心してこう仕事をしないとなかなかもうバグが入ってどうにもならないと、そんなことが起こりやすいです。ただとにかく原理的にはこうやってやれば、並列の軸を増やせばさらに高並列に対応できるようになるということが非常に重要なところです。でこうするとですね、先ほどの通信っていうことが非常に問題だということを申し上げたんですが、通信的にも非常にいいことがあります。まずですね、並列軸を増やすことで空間の分割流動を増やすことができると。例えばこれ6並列の例ですけど、空間だけで6つに分けてるとですね、こんな感じになるわけですね。これをですね、空間と今言ったようにエネルギーバンド、こう2つに分けてやると、空間に対する軸はですね、1つの軸の中には広がるわけですね。先ほどこれぐらいちょっと幅狭かったんですけど、これ倍になってるわけですね。だ空間 と、バンドで 3×2 にしてやると、これだけ空間の演算を増やすことができるということは、その空間に関する演算の流動が非常に大きくなりますので、演算と通信の割合っていう観点から見ると結構有利になるということですね。それで、一番重要なのは並列を増やすことによって10万並列レベルに対応をできるようになるということです。それとあと先ほどちょっと非常に、性能に影響を与えてた空間に対する待機通信ですね、これ6並列プロセッサーでいうと 6プロセッサー全部に対して空間の待機通信が必要になってきます。これがですね、1万2万になっていくと、それまで非常にやっぱり問題になってきます。そういうことでこう2つ軸を増やすとですね、空間の待機通信はこれで済むわけですね。ここで見ると3でいいわけです。6だったのが3に減るわけです。で、これが非常にいいと。それともう一つはこのバンドに対するですね、待機通信、今まではこうなかったんですが、それが発生してきます。だけどそれについてもこれも 全体のですね、6並列じゃなくて2で済むわけですね。こういうのが出てくるんだけど、ここ2で済むということで、ここはバンドに対する待機通信が発生するというのはまた、隣接もあるんですけど、これちょっと悪くなる点なんですけど、それでも全空間に対する待機通信じゃなくなるということです。でそういう意味でやっぱり非常に通信的にもですね、非常にありがたいことが起こります。これだから並列軸を増やすということは非常に高並列には非常に効果が高いことになります。それでじゃあ今言ったような形でですね、バンドに対する並列するとどうなるかというとですね、今まではバンドについては分割してなかったので、よかったんですけど、こういうことが起こります。まず最初に先ほど言ったようにこの三角部の計算をやると。でこの0、1、2、3というのがですね、これがプロセッサー数ですね。そうすると三角部の計算をこれ、0プロセッサーでやったら、これを、転送しないといけないわけですね。2でこうみんなにこう転送します。それで、を並列に 3で、並列に計算すると。でここまで計算すると今度4が計算できるので、4を計算したら今度これを、5で、他のところに通信してやると。で6を並列に計算できると。同じように7をやって点数をこの四角部の計算と、こんな風なですね、バンド方向を並列したために、こんな風な通信が入ってくるということになります。でも、これは、通信としてはちょっと
増えるんですけど、でも先ほど説明したように、全空間に対する、全、プロセッサーに対する、通信じゃなくて、この方向だけですね、この方向だけでやればいいので、これは非常に、割と増えるんだけど有利であるということですね。まあ、こういうことを、だからそのバンド並列を入れると実施しないといけなくなります。ただ、まあ、実施だからこれを、まあ、実施したというね。それで、ここでやっぱり重要になってくるのがですね、通信、今言ったようにその通信が発生しちゃうってことですね。で、いいこともあるし、ちょっと悪いこともあるということで、この通信の見積もりとですね、効果の予測、これがやっぱり非常に重要になってきます。例えばその空間とバンド並列をすると、グローバル通信、まあ、こういうふうな、オールレディウスがグラムシュミット DTCG、レディウスがダイアグ、あとブロードキャストがダイアグともあるんですけど、この線を引いた部分ですね、これが、そのバンド並列の実装によって増えてきた通信です。この下線部ですね、ブロードキャストのグラムシュミット、オールギャザー V のダイアグとグラムシュミットということですね。隣接通信ではこのダイアグのマット E の中でこういうふうな対象ブロックデータの交換みたいなのが入っている、まあ、ちょっとこの辺はもう詳しく説明しませんが、要するにこういうふうな、通信についてやっぱり軸を増やしたことによって、その全体でやってたのを一部にできるっていういい効果 と、バンド方向に増えるというその逆の効果ですね。それはやっぱり非常にですね、ちゃんと、通信を見積もって効果を予測するっていうのが大事で、一応そんなことをやってきました。ちょっともう詳しい説明しませんがですね、まあ、こんなふうなですね、どのルーチンで、先ほど言ったグラムシュミット、ダイアグ、それもまあいくつか分けて、あと DTC ですね、どの、ルーチンでどういう通信パターン、があって、それが、どれだけの通信サイズがあるんだと、あと通信回数は何回やるんだというのを、これをですね、結構詳細に調べて、やりました。それでこの車線の部分、ハッチングの部分ですね、これはバンド方向の通信ですので、こういったものが新たに発生すると。でただしそれは全体じゃなくて一部に限ることができると、こんなことを調べてですね、それでこの上でですね、実際にじゃあ例えば8万ノード行った時に通信時間どれぐらいなんだっていうのを、一応これをですね、ちゃんと見積もって、ちゃんと全体として効果があると、そういう予測を立てて、そこで、このプログラムの修正、まあ、大規模な修正になるんですけど、そういったところに入っていくという、まあ、ちょっと、一般のちょっと方から言われると、ちょっとかなり大変かなと思われるんですけど、やっぱりですね、こういうアプリケーションをやるとすると、やっぱりプロフェッショナルとしては、まあ、こんなふうなことをちゃんと見積もりして、生産を立ててから作業に取り掛かると。やっちゃった後に全然ダメでしたってなっちゃうと、もう非常に困っちゃうので、まあ、こんなことをやるというのが結構重要になってきます。それで実際にですね、まあ、今言ったようなことをこうやってきたわけです。それでここで、高並列向けてちょっとウィークスケーリングの測定をやってます。でこれはですね、ちょっとなかなかその第一原理のアプリケーションって本当ちょっとウィークスケーリングするのがなかなか難しいんですね。そうなんですけど、ここではちょっと疑似的にですね、まあ、こんなことをやってて、実際はこう原子数を増やすとですね、大体その倍ぐらいのバンド数を取るっていうのが、まあ、加電子があるので、まあ、大体そんなことをやられるんですけど、例えば512だったら1000ぐらい、1000だったら2000ぐらいと、まあ、大体そうやるんですけど、ここではちょっとウィークスケーリングで、測定、したかったので、バンド数を固定にしてですね、もう かなり512にしては多いバンド数ですね。これで、計算をして、まあ、高指数についてだけ、まあ、こんなふうな並列数を増やしていって、ウィークスケールを見るというようなことをやってます。ちょっとこれかなり恣意的ですが、まあ、一応バンドと格子の並列化の割、効果を見るということで、もともと
格子の並列がなかなか先ほど2000までも行ってないので、まあ、そこがどうなるかというのを、まあ、ちゃんと見たかったということです。でそれで、まあ、T 付けつくばで測定しています。でこれもちょっと以前お見せしましたが、まあ、これがここでやってた例でですね、これはグラムシミットと CG とですね、マット E とローテーション V という、まあ、部分体格化のところのデータです。でこれは4000ぐらいまでやってて、演算については、ウィークでやってほぼ一定ということは、その非並列部分ですね、そういったものはちゃんとないということが分かってます。であとやっぱりそのこういうふうにウィークで測ると、通信の、グローバルなんですね。グローバルな待機通信がやっぱり増えていくのはどうしてもしょうがないので、その増え具合をこの辺でちゃんと確かめたと。で全体として演算のどれぐらいの時間になるかというのを確かめている。でこれをですね、この状況と、まあ、その K での推定値と合わせて、その辺をちゃんとチェックしてみているということです。まあ、こんなふうに部分ごとに、まあ、通信と演算、演算も通信と通信も帯域通信と隣接通信で、これ隣接通信はあんまり問題にはなってないというのはもう分かってますので、分かりましたので、まあ、そういうふうに分けてですね、ちゃんと測るというので、まあ、効果を確認するということをやっているということです。それで、さらにですね、さらにネットワーク、豆腐系であるの豆腐ネットワークというのがちゃんとありますので、そこでネットワークに、豆腐に最適化された通信の、ライブラリを使うというのが非常に通信性能を上げるのに効果的ですので、まあ、空間並列でこうなっていたのを、バンド並列を入れた場合にはですね、空間をこうやって、例えばこれ3つのバンドだとこんな風にこう分けて、それをZ 方向にこう重ねるみたいなですね、こんな形でマッピングしてやるということをやってます。で、まあ、これで非常に性能が上がるだろうと予測している。で、これがそのグラムシュミットのマッピングの効果ですね。でこれでやると、今までその演算時間に対してその全然通信の方が高くかかってたんですけど、これがですね、今の最適化のマッピングすることによって通信時間がぐっと減って、この時間になっているということです。非常に、効果があったという例ですね。それと二軸並列ですね、バンド並列をやったために、じゃあどうなったかというと、これはシリコンナノワイヤーが、2万原子ぐらい、それとバンド数が4万ぐらいですね。それで、トータルの並列は、1万2000ですから、今までそのバンド数が4万で、プロセッサーを1万2000使うというのはなかなか難しかったんですけど、これでやっても、ちゃんと計算できてて、でスケールもあって、この通信時間のこのグリーンのやつがですね、グローバルコミュニケーション、空間に関する、待機通信ですね、それが、グラムシュミットでは 78% 減っていると。ただしちょっと別な通信が入ってますね、これはもうしょうがないの で、この辺の行列生成、この辺の部分体格の部分ですね、ここについてはやっぱり 79% マイナスになっている。この辺も 8割近くマイナスになっているということですね。それとあと CG についても 79% 8割ぐらい短くなっているということで、まあ、このまあ、一応予測はしてたんですけど、やっぱり二軸並列の効果っていうので、通信トータルとしては非常に減ると。ただしこの辺のちょっと増えちゃうんですね。軌道に関する通信が少し増えるんですけど、まあ、それも予測した範囲なので、まあ、非常に効果がありましたということです。それで、これまたスケーラビリティをちゃんとチェックしてやるんですけど、今回はこれはもうウィークで測るのがなかなか難しいので、やっぱりモデル化してですね、演算時間がどれだけ減るかっていうのをモデル化して、この丸がついているのがこのモデル化したラインです。
で、A がグラムシュミット、B が CG ですね。C と D が、部分対角化の2つのブロックということになります。で、これ見ると、演算時間はもう理想的に、減っているということが大体わかります。それで、通信もですね、全体の、隣接も、グローバル通信もちゃんとスケールして減っているということがこれで、見て取れます。これでもうほぼ8万並列ぐらいまでいってますので、とにかくこの8万並列までちゃんとスケールしているというのがちゃんと確認できたということです。で、最終的にはですね RSDFT の高並列化ということで総合性能は、こんなふうなデータが出てますが、最終的にこれはフルノードを使って、10万原子ですね10万原子の、大体20万バンドぐらいですかね、計算して 82,944 ノードを使って、トータルで SCF のところで、ピーク性能比で、51.67%、ペタフロップスでいうと10ペタピークに対して 5.48 ペタフロップス、これぐらいの性能が得られたという状況です。というところで、まずちょっと RSDFT についてはご説明を終わりにしたいと思います。で、次ですね、フェーズについての性能最適化ということで、ちょっとご説明したいと思います。フェーズっていうのもですね、基本的には第一原理なので、使い方としては、RSDFT と、同じような使い方をされます。例えばここに書いてあるような、電子状態計算、デバイス特性とかエネルギーとか反応拡散とかですね。あとフェーズについては、構造緩和、先ほどその原子をちょっと動かすみたいなことにも だいぶ使いやすくなっているということです。ただ一応 RSDFT は実空間でやってますが、フェーズはちょっと後で言うように発数展開をしてますので、繰り返し構造を持つような結晶みたいなものですね。その辺の解析が得意なアプリケーションになっているということです。それで、原理的にはですね、やっぱり同じですね、クルシャム方程式を解くんだということです。で、ここはもうちょっといろいろあるんですけど、ざっくりと言っちゃうと、これをですね、波数、G と書いてありますが、波数といったり逆光子空間といったりしますけど、それによって展開されているんだということです。このフェーズではこれは平面空き点を使って展開されている。こうするとですね、こうすると、小位置方程式がここに K っていうですね、もう一つその K 点というその量子数が出てきますが、そういうものが出てきて、あとこの波数ですね、波数の公式 G というので、この R の代わりに、離散化されるということになります。基本的にはあとはその I についてエネルギーバンドがあるというのは同じです。だから K という K 点の、量子数が出てくるのと、G で離散化されるというところが、この表記上は全然ちょっと違うところということですね。ただそのアプリケーション的にはですね、だいぶ違うことになります。その辺をちょっと後でまた説明いたします。で、計算フローも、解くべき方程式は先ほど言ったような、こういうふうな小位置方程式で、RSDFT と、似たようなものですが、こんな感じで、ハミルトニアンと波動関数かけたものと波動関数で次のステップの修正量を計算して、これもなんかちょっと CG 法ではないんですけど、似たような感じですね。で、その修正量を波動関数にかけて、波動関数を求めると。で、それをまた直行化して、これもグラムシュミットの直行化ですね、直行化して、電荷の更新、ポテンシャルの更新をやって、これを、先ほどの SCF ループですね、収束するまでやるんだということです。こういうことをやってます。それで、フェーズの並列化なんですが、今度はですね、フェーズは基本的には、先ほどの、RSDFT が、R というその空間更新について並列化されてましたけど、基本的には I というこのエネルギーバンドですね、これについて並列化されています。
ただしですね、一部で言って、まあ、グラムシュミットの直行化なんですけど、一部はそのエネルギーバンドでなくて、そのグラムシュミットの直行化については、G ですね、この波数で、並列化されているというふうになっています。まあ、そういう意味で言うと、そのグラムシュミットに入る前にこういうふうにですね、この、バンド並列されているものを G 並列にするためにトランスバース転送をして、でグラムシュミットの、直行化について G で並列化して、で計算終わったらまた元のですねエネルギーバンド並列に戻すためにまたトランスバース転送するという、こんなふうなですね処理が入っています。で要するに はっきり言うとこれだと、まあ、前あまりよくありませんよと言ったら中途半端な並列になっているんですね。でこういうふうな中途半端な並列にしちゃうと、どうしてもこういうふうなトランスバース転送、無駄な転送だとかですね、そういったものが発生してきます。でこれがですね、並列性のちょっと結構阻害しているという状況でありました。でその辺をちょっとご説明しますが、やっぱりここもフェーズも同じようにですね、並列特性分析ということで処理と演算量をブロックに分割してやってます。フェーズはですね、やっぱりこれ結構その G というその波数空間を使いますので FFT を対応するんですね。そういう意味でちょっとカーネルっていうのもこの区間11って書いてあるんですけど、この11個ぐらいのですね区間に分けてそのカーネルとしてチェックをしていると、まあ、カーネルというかブロックですね、ブロックとしてチェックをしているということです。それで大きく分けると3つに分けることができて、1つは先ほど のグラムシュミットみたいに行列行列的に基本的というか原理的には書き換えることができるところ、それがこの245っていう、まあ、この辺 のノンローカル項を処理するっていうところとかですね、まあ、この辺の計算をやってるんですね。あとグラムシュミットもそうですね、まあ、こんなふうな、行列行列的に原理的に書き換えることができるその処理ブロックというのはこの5つあります。でこれは演算としては N の3乗の横断になります。それとFFT を含む部分ですね、これが1,2,3,4,5,6個あります。これは6つ の区間ブロックがあって、これは FFT を含む処理をやるところですね。あと対角化をやるところがこのブロック9というところで、まあ、これは、まあ、RSDFT と同じような対角化を計算するところです。でその FFT をやるところは演算量としては FFT をやりますので N 乗 6N になると、で対角化のところはやっぱり N の3乗の演算量になると、まあ、こんなふうなですね処理と演算量の特徴を持っているということです。それで、これもまずそのスケーラビティを測っています。でこれは行列積カーネルですね、これは区間246のところなんですけど、まあ、ちょっとこれ代表して区間2のデータを持ってきてますが、これ見るとですね、もうすでに128でですね、こういうふうに全然スケールしてないということが分かってます。これは384原子なので、だいたいバンドの数としてはまあ800ぐらいですかね。やっぱりそのバンドが800しかないので、この128で割っちゃうと1つのプロセッサーあたりまあ8バンド、まあ、7バンドもないわけですね、まあ、そういう状況になっちゃえばもう全然スケールしないということになっています。じゃあそれなんでかっていうとですね、これはやっぱりよ前回もちょっと以前もお見せしましたが、非並列部が発生しているということです。これ、まあ、前も見せましたが、こういうふうなノンローカルの計算についてはこういうふうなループ構造になっているんですけど、ここの、一番最内のですね、この赤い部分ですね、これはエネルギーバンドでちゃんと並列されてるんですけど、その外側にですねこういう青い部分があって、ここに結構な計算量があって、これが全然並列化されてないと、要するに非並列が残っているという状況です。まあ、こうなっちゃうと、まあ、こんな風なスケールになっちゃうということですね。まあ、これがまあ調査の結果、まあ、分かったということです。それとあとグラムシュミットの直行化の部分、これもですね、128で、までやってみると、まあ、こんな風なもう悪化しちゃってるわけですね、64から128で。で、この演算処理、もこう、ダメなんですけど、やっぱり通信処理ですね、これが非常に増えてると。これが先ほど言った、トランスバース転送ですね。
バンド並列から G 並列に、やるためにトランスバース転送をしていると。また G 並列からまた元のバンド並列に戻すためにトランスバース転送、まあ、これがですねもう128でこんなになっちゃってるんですね。これもあの512シリコンの512ですので、まあ、バンドでいうと1000ぐらいですね。1000ぐらいでやっぱりもうしかないので、まあ、こんな風な状況になっちゃってるということです。それで FFT のカーネルですね、まあ、FFT のカーネルについてはこれ区間8で調べたんですが、これも128で、まあ、全然スケールしないという状況になっています。これも384原子なので、まあ、大体800程度のエネルギーバンド数ですね。でやっぱり先ほど言ったように128だともう一つのノードあたり7バンドから6バンドぐらいしかないので、もう全然スケールしないという状況になっています。まあ、もうこんな状況になっているということですね。それで、あともう一つは3つあって、対角化の部分ですね。対角化のカーネルなんですけど、これ区間9で、これも1356原子で、対角化を、計算したんですが、これもやっぱりこのグリーンの部分ですね、これがスカラパックのなんですけど、やっぱり500以上になっちゃうと、もう全然、もう増えちゃってるわけですね。スケールどころか、もうスカラパックの対角化の演算が増えちゃうと、まあ、こんな状況になってるということです。まあ、こういうのが、まあ測定されたということです。まあ、それで何をしたかというと、まあ、これも先ほど RSDFT でちょっとお話したように、やっぱりこの二軸、並列ですね、並列の軸を増やすということがやっぱり有効でしょうということで、やってます。これはもう元々この青いですね、基本的にはその、青いエネルギーバンドについて、並列されてたんですが、これを G について、波数についても完全に分化すると。で 先ほど言ったように途中まではバンド並列で、途中からは G 並列じゃなくて、全部アプリケーションの頭から最後までを G と I で並列化してやるというところが先ほど の並列化のやり方と違います。要するに中途半端な並列じゃなくても完全に並列化してあげましょうというのが一つです。あとは RSDFT はもうアプリケーションをもらった段階で行列行列設計ができてたんですけど、このフェーズについては行列行列設計ができてなかったので、まあ、それも合わせて実装 したということです。それでまず一つはですね、二軸並列化をすると、まずその先ほど言った行列積のカーネル、それはどうなるかというと、先ほどの、ノンローカル項のアプリケーションのところだと、この部分ですね、エネルギーバンド以外のこの部分、この青い部分のところは、これはちゃんと波数に関する計算がありますので、この部分が波数に関する並列はできるということになります。そういう意味で、この非並列だったところ、これがちゃんと波数で並列化できることになるので、この全体ですね、このループの全体、この、まあノンローカル項の計算全体ですね、これがちゃんと全部並列できるようになるということです。で要するに非並列が残ってたのが残らなくなるということになります。それとあとグラムシミット直行化をやるときに、トランスバース転送をやってたんですが、それが非常に性能に影響を与えていると申し上げたんですけど、その辺のトランスバース転送が完全に削減できるということで、非常にいいことになります。それともう一つですね、いいことは、その先ほども言いましたように分割流動の話がフェーズでも同じように言えます。要するにバンドでこうやって並列されてたら、こう細かくこうやって切られたのが、これがその2つに並列数度を増やすことによって、こんなふうにですね、流動がこう増えるわけですね。これは非常にいいことだと。まあ、ここで言うと9つに分けてたら、まあ、演算量がバンドに関する演算量が3倍に増えるわけですね。これ非常にありがたいことで、性能を良くする要因になると。それと、
バンド方向の待機通信が、まあ、これも同じようにですね、こういうふうに 9ヘルツだったら9つのプロセッサーで待機通信しなきゃいけなかったのが、その半あの ルートぐらいですね、だから3ですね、これでバンド通信、バンドに対する待機通信すればいいということで、これも通信時間の短縮が図れる要因になります。それと FFT カネル、これはですね、オリジナルはこの、FFT についてはあの並列化されていませんでしたので、あの発数方向にあの並列化されていなかったので通信は発生していませんでした。だけど、二軸並列に伴いですね、発数方向を並列化すると、そこの通信ですね、 FFT に関する通信が発生する。ただしこれは全プロセッサーに関する、ここで言うと9プロセッサーじゃなくて3プロセッサーで済むわけですね。だから二重系列では通信を全プロセッサーじゃなくて一部のプロセッサーに閉じることができるということです。でこうするとですね、まあ、ちょっと後でデータもお見せしますが、FFT 使うとその並列は非常にトランスバース発生して高並列はダメだという、そういうふうな話をずっと、まあ、言われてるんですけど、もちろん全部でやっちゃうとそうなっちゃうんですけど、こういうふうに軸を増やすことによって FFT も一部の、例えば 数百ぐらいだったらやっても そんなにそのデメリットにならない場合もあるわけですね。で非常にそういうふうなFFT を使ってもなおかつ数万並列ができるという、まあ、そういうふうなことが非常に有望であるということになります。それでもう一つやっぱり二軸並列化でいいのは、この分野のフェーズの計算みたいなことをやる分野ですね、小規模問題を、まあ、短時間で計算したいという、まあ、そういう欲求が強いということです。例えば1万原子の、まあ、SCF 収束をこれ1の SCF 収束でやるのを、これを例えばその MD なんかでやると例えば100回ぐらいやりたいという要望があるわけでね。そうすると例えば1万原子を8万ノードで計算したいとか、今言ったその何回もその緩和を やる場合は例えば1000原子を1万ノードで計算したいということがあるわけです。で一つの軸しかなければ、バンドだけしかなければ、1000原子だったら2000、バンドぐらいしかないので、それを2000じゃ絶対に2000ノードじゃ計算できないし、まあ、実質言うと多分、数百もできないわけですね、並列としては。だからそれを1000原子を1万ノードで計算するということが、まあ、そういったことがその目指せるようになるわけです。これが非常にいいところですね、二軸並列にすると。でただし先ほど言ったように FFT に関する通信がまた出てくるという、それデメリットもあります。これをですね、やっぱりちゃんとやる前に効果があるかどうかを、そのメリットとデメリットを、合わせて本当に効果ができるかあるということをちゃんと事前にチェックしないといけないと。でここではもうちょっと言いませんが、先ほど RSDFT でやったようにフェーズでも通信を全部洗い出して、通信回数、通信量ですね、そういったものがどうなるかっていう、そのどれだけの通信になるんだっていうのをちゃんと洗い出してですね、詳細な評価を実施して、まあ、こういうやり方を選ぼうということを着地して、まあ、作業に入ったということです。でこれは結果なんですけど、まず一つは、最初にやった、まあ、スレッド並列化してキャッシュの有効利用を図るために行列設計をやったということです。これで K のデータですが、オリジナルでこんだけですね、あった行列ベクトル積の計算、これが、こういうふうにですね、まず最初に DGM 化をする、行列設計をすることによってこんだけ減ってます。まあ、行列ベクトル積をこの赤で表してますので、まあ、茶色というか赤で表してますので、もともとは行列ベクトル積だけなのでもう全部茶色なんですけど、これが、行列積化をすることによって茶色い三角の部分ですね、行列ベクトル積のところと青い行列積で計算できる部分にこんだけ入るようになったと。
それと、あと、これを、二軸並列をすることによって、こんだけ短くなって、さらに、これをスレッド並列化することによって、こんだけになっているということで、最終的にはですね、二軸、行列行列席にしたところは、ピークの5、6割、6割ぐらい出ているという状況になってて、まあ、実行時間としてはこんだけですね、実行時間の短縮が図れているということです。これが、まあ、そのスレッド並列化と行列席化の、例ですね。それと、次に、二軸並列化をしたことによって行列席カーネルですね、これが、性能としてどうなったかということで、これも割とちっちゃなデータですけど、384原子ですから、600、800ぐらいの、バンド数ですね。で、これが先ほど見せた、これちょっと FX3 という古いマシンのデータで申し訳ないんですけど、こうだったのが、ちゃんとこれでやると、128ぐらいまで、ストロングでちゃんとスケールしているということですね。で、K でやってみても、実際に16から128で、こうだったのが、この青い線だったのが、赤い線になっているということですね。赤い棒になっている。これぐらいの効果が出ていると。で、もっとちょっと高並列のデータ、後でまたお見せしますが、まあ、低並列でも十分こういうふうな効果が、現れてきているということです。それと、FFT についてですね。FFT についても、やっぱりその FFT、まあ、こんな感じの、128でこういうカーブだったのが、FFT は先ほど言いましたように二軸並列すると通信が今までなかったの分増えますので、やっぱり最初はですね、ちょっとやっぱり実行時間増えます。ただし、こういうふうにスケールを見ていくと、ちゃんと こちらの、スケールよりも、ちっちゃな原子数でもちゃんと128でまでこんな風にスケールするようになっているということです。で、これで、まあ、ちゃんとスケールができるようになっているということです。で、これ、まあ、同じデータで、ちょっとちっちゃなデータで比べたので、まあ、こういうデータになっているんですけど、まあ、ちょっと後ほどもう少し大きなデータを。で、あとは、スカラパックですね。スカラパックも先ほど言ったように、随分その並列度を上げると逆に時間かかるようになってるんですけど、これもともとですね、部分対角化なので、エネルギーバンドの弦ですね、だからバンド数かけバンド数の大きさの行列が対象になります。で、そうするとですね、行列の大きさに比べて分割数が大きすぎるということになるので、まあちょっとこの時点では分割数を 16×16 に固定して、そういうアプリケーションで、にして実行しているということです。まあ、そうするとそんなにここまで来てもそんなに悪くならない。で、今はですね、ちょっと性能が上がったのと、あとスカラパックじゃなくてそのアイゲンっていうのを入れまして、それで、もっと性能を上げることができています。ちょっとその辺のデータがですね、ちょっとこれに対応したものがないので持ってこれなかったんで、ちょっと出せてないんですが、今はこの分割数ももっと増やせてるし、そのアイゲンっていう、新しい対角化のルーチンを使ってもっと性能は上げることができているということです。それで結局総合性能として、まあ、どうなったかっていうとですね、K で、まあ、3072並列で、それよりも大きいですね、4096の原子計算、だからもう4096で、まあ、3000並列ぐらいがちゃんと使えているということで、これでこの構造緩和の計算ができているということです。あともう一つは、フルで82944並列で、原子数としては2万ですから、まあ、原子数よりも大きな並列数ですね。それで、計算することができるようになっているということで、トータルの性能としても、FFT が入っているにもかかわらず、で、その FFT 間では通信しているにもかかわらず、20% 以上ですね、2.1 ペタフロプスの性能が達成できているというのが最終的な性能になっております。で、3000、これが3800原子系で、K
計算した例なんですけど、まあ、DGEM で計算する部分が、この青い部分ですね。で赤い部分が FFT の計算の部分。でスカラパックはもっとちっちゃいところであるんですけど、これも、3800原子系を12000ノードぐらいまでの、ところまではスケールをするのが確認できているということで、まあ、当初のですね、ちっちゃな原子数を大並列でやるっていうのがちゃんとできるようになっていると。でしかも8万ノードを使っても、まあ、これぐらいの原子で計算してやれば 2ペタぐらいの 20% ぐらいの性能が出るということが最終的にできているということです。ちょっと駆け足ではありましたが、まあ、最終的に今言ったようなことをちょっと、ね、お話を終わりにしたいんですが、まあ、まとめとしては、まあ、理研で進めた性能最適化ということで6本のアプリケーションをターゲットとしてやりましたということを、まあ、そこで計算科学的に見ればどんな特徴があるかという話をさせていただきました。でそのうち2本ですね、第一原子のアプリケーション RSDFT とフェーズについてですね、性能最適化の具体例を出させていただきました。まあ、その中で、まあ、二軸並列化っていうのが、まあ、大事ですよっていう話と、あとフェーズみたいなものもそういうふうな FFT を使ったとしても二軸並列でちゃんとやってやればそれなりにちゃんと性能を出せるし大規模な計算もできると、まあ、あと原子数よりも大きな、並列数ですね、それを使ってちゃんと計算できるというようなことをちょっとお話しさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。では、質疑応答の時間に入りたいと思いますけれども、各拠点で。